こんにちは、ドライトニュースの時間です。 Java 版マインクラフトバージョン 1.18 プレリリース6が登場しました。今回のアップデートも修正のアップデートです。それでは今回のアップデートに関する内容を紹介いたします。まずは変更点でドリップストーン洞窟と緑豊かな洞窟の洞窟バイオームの機能の数が調整されました。少しだけまばらに生成するようです。続いて自動保存スパイクを減らすための空き時間があるときはいつでもチャンクが保存されるようになりました。続いては問題の修正についてで、ソウルサンドとソウルソイルがネザーの天井の下に生成される問題を修正されました。岩盤の天井のすぐ下にソウルサンドが生成される問題があったようですが、それが修正されネザーラックになるようになりました。続いて高さ1に配置された落下ブロックが高さ0に着陸するとドロップされたアイテムに変わる問題が修正され、一部のチャンクに高さ0未満のブロックがなかった問題の修正。カスタムワールドを 21W43A にアップグレードするとミンワイとハイが無視される問題の修正。パンダがデフォルトワールドで竹のジャングルでスポーンしない問題の修正。オフヒープメモリリーク問題の修正。テレインシェイパーデータが欠落しているとゲームがクラッシュする問題の修正。温度が適切に変換されない問題の修正。ホットバイオームの下に洞窟バイオームがある場合、スノーゴーレムにダメージを与えなかった問題の修正。スニークをしながら登っている時にツタやハシゴのブロックを壊すとプレイヤーがずっと同じところでホバリングできてしまう問題の修正。以前のバージョンからアップグレードされた海底神殿では、境界ボックスが北と西のチャンク境界にシフトする問題の修正、増幅された世界の吹きさらしのサバンナの表面ブロックが正しくない問題の修正、シグナチュラー属性が Java レコードから削除される問題の修正、ネザーの天井の岩盤がない状態で生成する可能性がある問題の修正、ドリップストーンの高さが高い位置では生成されない問題の修正、新しいチャンクをロードするとゲームがクラッシュする問題の修正、尖ったドリップストーンが溶岩プールに穴を開ける問題の修正といった、このように19種類ものバグ修正と変更がありました。以上、 Java 版マインクラフトバージョン 1.18 プレリリース6の主なアップデート内容でした。今回もほとんどが修正のアップデートでした。洞窟と崖のアップデート第2弾の正式リリースは日本時間で12月1日水曜日の深夜1時くらいにリリースする予定です。それでは良い一日を。